じゃありません。一人暮らしの女性なんですけどね、
話す相手もいなくて、隣の部屋の足音に勇気づけられながら暮らしている、そういう人がいるんですよ。隣のお部屋の男の人の力強い足音が好きだった、そういうんですよ彼女。その彼女がね、あの事件の夜、隣の男の人は部屋にいた、そう証言してるんです。居酒屋の店長が殺害された夜のことです。隣の男の人が容疑者になりました。まあ、本人も否定してるんですが、アリバイを証明する手立てがないんです。足音だけじゃ取れませんからね。まあ、そういう状況なんです。なんで私にそんなこと言うんですか。犯人は別にいる、私はそう思ってます。ただ証拠がないんですよ。このままだと隣の部屋の男は送検されてしまいます。犯人は別にいてもです。彼の足音を生きがいにしていた彼女はまた一人ぼっちになって寂しい思いをするんでしょうね。きっと悲しいと思います。悔しいだろうと思います。川原さん、気持ちの整理がついてからでいいですから、真実を話してくれませんか。明日送検されます。話してくれる気になったら私に連絡ください。山手中央署の田崎と言います。毎週電話しなきゃいけないか思っとったんや。でお願いします。
ちゃんともう分かっとるよ言っていいなそれですね迎えに行くことはなここは、はい、けどそれ地区のタクシー会社の何なの病院と提携しとんなのよ費用タクシー、まあ、それは分かっとるよ、うん、気持ちいいね嬉しいあの若い男の子が優しいみんな疎外の人ばっかりやけんじゃろか患者さんが初回限定 75% 割引の550円以前使ったことのある方でも最新の環境を試せるチャンスですさあ今すぐ0120-88-08-88-88-08-08 へ昨日は今なら抽選で金額が抽選で5万この中でちょっと遠いとこ行くけんな早う出たんよいなあれどこ行くかどこで見たの病院の中でお母さん待ちよる時に病院専用のやっとるかもしれない、うん、そうよ古くても売れるかわからない置物でも遠慮なく